国鉄 EF66 系電気機関車。EF66 系電気機関車。EF66 型電気機関車は、日本国有鉄道。国鉄が1968年、昭和43年から1974年、昭和49年まで、日本貨物鉄道。JR 貨物が1989年、平成元年から1991年、平成3年まで製作した。 直流電気機関車である。本形式の量産に先立ち、1966年、昭和41年に試作された EF90 系電気機関車についても、本校で記述する。本形式は、東海道、山陽本線系統の高速貨物、列車専用機として開発された。名神、東名高速道路の整備により、 輸送シェアを拡大しつつあったトラック輸送に対抗するため、国鉄では特に所要時間の短縮が急務とされた生鮮品輸送を中心に貨物列車の高速化を計画した。最高速度時速 100km での走行可能な古希1万系コンテナ車、レサ1万系冷蔵車と並行して専用の新型機関車の開発が開始された。当初は、 同軸数8軸の HQ とする構想もあったが、大出力電動機の実用化に見込みがついたことから、同軸数6軸の FQ として開発が進められ、1966年9月に試作機が川崎車用、現、川崎重工業で完成した。これが e f 9 0系である。低格出力3、9 0 0ットは、狂気鉄道では、 当時世界最大のものであった。同年11月より先に運用を開始していたデサ1万系の特急貨物列車トビウを銀銀の牽引で運用を開始し運用結果をもとに1968年から量産機の製作が開始された。これが EF66 系である。本形式の量産開始に伴いこれまで暫定的に EF65 系500番大会形の重連牽引としてきた飛び武などの高速貨物列車は本形式一両での牽引に切り替えられ、以後、東海道、山陽本線系統の高速貨物列車を主として使用されてきた。1985年、昭和60年3月からは、寝台特急、ブルートレイン、早草、富士など、 旅客列車の牽引にも使用されるようになった。1987年、昭和62年の国鉄分割民営化では、西日本旅客鉄道 JR 西日本と JR 貨物に承継された。1989年には JR 貨物によって一部設計変更の上で、新規制作が行われた。これは、コンテナ貨物輸送の好調を受け、列車増発に対応するもので、 当時並行して開発に着手した新型機関車の投入までに輸送状況の逼迫をまかなう時間的猶予がなかったための過渡的な措置である。以降、コンテナ車を主とする貨物列車に徴用されている。JR 西日本所属車は引き続き東海道、山陽本線区間の寝台特急で運用されたが、2009年、平成21年3月、 同区間の客車寝台特急全廃をもって定期運用を終了。2010年、平成22年には全車が助籍席となり JR 西日本所属車は消滅した。第12回、1969年鉄道ともの会、ブルーリボン賞受賞。国鉄、私鉄の機関車でブルーリボン賞を受賞した車両は2017年、平成29年現在、 本形式のみである。ここでは設計当初の仕様について記述し、後年の変更箇所については当該説にて記述する。高運転台式機関通型で、従来の機関車より一段高い位置に設けられた運転台や中央部を突出させた全面形状は、後述の投下配置やナンバープレートの台座ともども1 5 1 1 6 1 k 1 8 1系電車や48、 軽電車のボンネット型戦闘車のボンネット、機種部分を縮めたような特急軽電車を彷彿とさせるこれまでの国鉄電気機関車にない独特の衣装である。10類は正面下部に前頭、後部頭を垂直に配列、左右の10間には通風口を兼ねたステンレスの飾り帯を配し、正面のナンバープレートは特急軽電車に類似する逆三角形の表情と一体化した衣装である。 これら形状の特徴から本形式は容易に識別できる。外部塗色は、車体が青15号、濃性色、正面下部と側面の帯はクリーム1号である。主電動機は1000トンの貨物列車を時速100キロメートルで運転することを開発目標として三菱電機が原設計を担当した。本形式専用に開発された。 直流直巻性粒子電動機の m t 五五十十六八パーセント回、時々の端子電圧七十五 v 時一時間定格出力六百五十キロワット、定格回転数千二百六十 r p m を六機搭載する。この m t 五十六は講述する、q d 十中空軸式加藤釣り掛け駆動装置を採用することを前提として、耐熱性の高い無溶剤エポキシ樹脂絶縁演剤の 採用や定格回転数の引き上げなどで高出力を得られるように設計された低トルク高回転数仕様の高速電動機であり MT52 より軽量でありながら85%回時で MT52 の前回時時の約1.5倍の出力を実現した本形式ではこの MT56 を波数比3.55で使用し85%回 自での定格速度を時速 72.2km に設定、より定格回転数の低い MT52 で波数比3.83としていた EF65 系の前回自定格速度時速 45km を大幅に上回ったのみならず、貨物用機関車でありながら、原因力を低くし、定格速度を高く設計されていた旅客用機関車の EF58 系、 波数比2.68、前回時停角速度時速 68km による10連とほぼ同等の走行性能を言い換えれば EF65 系の牽引力と EF58 系の運転度を両立する一種の万能機として完成した。制御方式は国鉄直流電気機関車で一般的な抵抗制御であり、 主電動機の電気配列をつなぎ替える組み合わせ制御は、柱区渡り方式を採用している。制御装置として、CS27 七抵抗バーニア制御機、CS28 開時制御機を搭載する。設計時には、電車と同様、左側に主幹制御機、右側にブレーキハンドルを配置する計画もあったが、現場サイドの要望よりこれは、廃案となった。 弱め開示制御は S、直列、SP、直並列、P、並列の各ノッチにおいて、最弱40%までの8段と在来車より多く設定し、細かな速度制御が可能である。制御回路はリレーから、ダイオードサイリスタ、シンクロ電動機等の新技術が積極的に採用され、空転検知装置は電気機関車で、 初めて主電動機電気支電圧比較方式を採用した。台車はダイヤフラム型空気バネを枕バネに用いた DT133、両端 DT134 中間で両端の DT133 は空気バネを介して枕張りに全荷重を伝え、牽引力伝達にもボルスターアンカーを用いる同時期の電車用台車に近い構造になっている。 中間の DT134 は曲線通過時に横道に対応する必要があるため上下揺れ枕と揺れ枕釣りを持つリンク式機構を備え上揺れ枕が車体と結ばれている軸箱支持機構は台車枠の側張りから垂直に下ろされたピンと軸箱の円筒ゴムが収動することで前後左右方向を弾性支持し上下荷重は 軸受け直上に位置する2組のコイルバネが負担する ED60 k 容 DT106 以来の方式が踏襲されている。動力伝達機構は従来の釣り掛け式ではバネ下重量が課題で軌動負担が大きく、また MT56 のような高速電動機ではフラッシュオーバーなどの故障が頻発する恐れがあったことから新開発の QD10 中空軸下と釣りがけ式、 駆動装置を用いて、バネした重量を軽減している。これは設計当時ドイツ連邦鉄道103型電気、機関車などで採用されていたのと同様の機構で、国鉄電気機,機関車では最初で最後の採用例となった。高速貨物列車の牽引が前提であるため、ブレーキ装置には、電磁ブレーキ指令装置と、大速度短期増圧機能を装備する。 電動空気圧縮機は一万系貨車の空気バネにも空気圧を供給するため e f 六十五型と同様のメガヘルツ九十二倍と C 三千を二機を搭載する。連結機は周囲にブレーキ指令を伝えるブレーキ管及び空気圧を供給する元空気ダメ管と2系統の空気管を装備し同系の連結機を備える1万系高速下車との連結時には 空気感も自的に連結される構造である。これは1万経過者の各台車に備えられた空気バネと各車のブレーキ装置を駆動する動力源となる元空気ダメに空気圧を供給する MRP を編成全体に引き通すためで連結機本体は勇管のない日本製工所設計の密着自動連結機密辞連を使用して連結時に各空気管も 確実に接続される設計としている。補機類や、軽機類の電源を供給する補助電源には、黒馬の容量を備える MHz81 バイト、DM44 バイト交流発電機を採用するが、これは EF65 型と同じものを搭載している。電動機などの冷却に使用する、電動送風機は、MHz91GFK99 を2機、搭載する。 内訳は、第1第4電動機用が1機、第5.6電動機、ブレーキ抵抗技用が1機である。終電装置は、直流電気機関車標準の皮脂枠パンタグラフである PS17 を装備した。後年には生産終了となっていた PS17 の部品調達が難しくなったことから PS22 倍とした枠交差系パンタグラフへの換装が施行されたものがある。 PS17 の予備部品の在庫状況、PS22 バイトに乗せ替えられて降ろされた PS も、PS17 も再整備で備品となるから必要に応じて行われる、ため、一気に全車に施行されるものではなく、また一度 PS22 バイトに乗せ替えられてから、再度 PS17 に乗せ替えられたものも存在する。運転台操作機器は、従来機関車の標準仕様から大きく変更された。 ノっチ板を廃止電車同様の操作性を持つ主管制御機、ハンドル、電気機関車で初めてセルシンと呼称するシンクロ変換機を採用た弱めい自ンドル、人間工学の思想に基づき視認性を配慮して1、直線に配置された軽機類などを装備する。昭和40年度第二次債務により、1966年9月に EF90 型として、 川崎車両川崎電機で製作された。本形式の前身となる試作機である。最高速度時速 100km の高速貨車古機1万、系デサ1万型などと同時に試作され、各種試験に供された。外観上、正面窓の形状が若干異なる。中央の3は幅が太く、墨の3は量産車より内側に寄っている。また、 川引き窓が2分割されている、量産車は1枚。1968年、量産一時車が製作されたのと、同時期に量産車と仕様を統一する改造を追い、量産車と同じ EF66 型に編入して、番号を EF66901 に変更した。前面窓の3の移設は1987年の全県入場時に行われたが、 3の幅は変更されなかった。1987年の JR 移行時には JR 貨物に承継され、水滝管関区に配置され、貨物列車に使用された。1996年、平成8年12月にヘッドマーク、さよなら901を装着して走行し、同月28日の2060で、畑製水イで、運用から離脱、保留者となり2001年、 平成13年2月9日付で廃車された。原車は広島車両所構内で解体され、現存しない。1968年から1974年に掛け55両が製作された。細部仕様の際により1次車と2次車に区分される。1968年から1969年、昭和44年までに20両が製作された。 試作者である EF66901 をベースに、以下に示す改良がなされている。また、EF6616 以降は、車体型部分の指定後期排熱口が2分割から4分割に EF6618 以降は、抵抗バーニア制御機が CS27A から CS27 バイトに、境地制御機が CS28A から CS28 バイトに変更された。 1973年、昭和48年から1974年まで35両が川崎重工業で製作された。一時車と比較して多くの変更点がある。外観での大きな相違は前面窓直上に日差しがついた点である。これは終電装置すー板で発生する金属庫やグリスによる汚れを防ぐためである。さらに、車体側面の点検外が 車体中央のナンバープレート横に設、全面誘導引用手すりの変更が行われた。全面ナンバープレート下の飾り帯にあった、通風口は廃止された。内部機器の面では、抵抗バーにア制御機が CS27C に、境地制御機が CS28C に変更された。電動発電機は、古機制御電源兼用とし、三小誘導電動機の採用と、 容量増強、5区場99区場が行われた MHz127ADM84A 型に変更された。補機類の電源が参照、交流 440V に変更されたことから、電動空気圧縮機は MHz3064AC3000K2 機に、電動送風機は MHz3036BFK99A 型2機に変更された。主電動機には、 コンバインドシャント抵抗機が追加された。高速回転時の整流改善を目的とする対策で、後年に重当された、寝台特急運用では最高速度時速 110km での営業運転を行うため、本件対策がなされた二次車を中心に重当している。台車の空気バネをベローズ式からダイヤフラーム式に変更したために、両端台車の形式が、 DT133 バイトに変更された。自動空気ブレーキ装置には短期増圧装置に加え2 0軽客車に搭載された変成増圧装置を作用させるための指令線を追設した。これは列車全体のブレーキシリンダー圧力を増加させる機構で高速域からの非常制動時に製輪子と車輪の摩擦熱によって減衰する制動力を補うための装備である。 また EF6634 以降は、平井機が LA15 バイトから LA15D に変更された。二次車では振替代券が行われていた。振替代券とは一両分、両端代車2機と中間代車1機を余分に用意して整備しておき、代券指向者の代車と取り替えることで入場期間を短縮し、 取り替えられた台車を整備して、次の入場に備えることを繰り返すものである。これによって、本来一週間前後かかる、試行期間が二日で済み、稼働率を向上させられた。国鉄民営化に際して日社に所属が分かれるため、1987年3月、一い,いで廃止された。運転台窓に飛散するお久防止として新生児に、 日差しを取り付けられていなかった一時車を対象に行われた。1974年から行われた取り付けでは、全般検査に合わせて8両、EF665 から7.13から17が取り付けられたにとどまった。その後、1993年度から始まった延命、更新工事に合わせて取り付けが再開され、EF6611 以外に取り付けられた。 JR 以降後の貨物列車増発に対応するため、製作された区分で、1989年から1991年にかけて、川崎重工業で33両が製作された。性能や基本的な構造は例番台の最終増備車を踏襲したが、各部の仕様を変更している。外観は大きく変更され、前面は正面窓を大型化し、 上面が大きく傾斜した三面構成の衣装に変更され、透過類は正面注意に全小灯、標識灯を横方向に配置する。正面窓にはウィンドウォッシャーが装備され、乗務員室には冷房装置が搭載された。外部塗色は、車体上部がノータンブルーの組み合わせ、下部がライトパープル、乗務員室扉はカラシ色、オード色の JR 貨物標準色である。 電動機、制御機器は、新たな規制への対応や、機器類の有害物質排除など細部に変更が、見られる。電動機では、整流改善対策として、基本番台2次型 EF66-21 以降から、コンバインドシャント抵抗器がいられていたが、誘導コイルの見直しなどにより整流改善がなされた、ため、撤去されている。機器類では、 従来用いられていた補助リレーの製造中止により代替品に変更、セレン清流器がダイオード化、アスベストの排除が行われるなど時代に合わせた設計変更がされている。台車は空気バネの形状を550ファイヒト山、ダイヤフラム式に変更した FD133CFD134 バイトを使用。る。面では 基本番内に改造で取り付けられた古希5万系25万番台コンテナ車による時速 100km 運転対応の減圧促進装置が当初から設けられている。また電磁ブレーキ指令装置は編成増圧機能が省略され短期増圧方式となり従来の空気差圧感知式の電空機関機から ED79 系電気機関車50番台 同様のカム接点付きのブレーキ弁に変更されている。空気圧縮機は空気管などのドレンによる腐食を防止するため、除湿装置は追加されている。連結機は1万経過車を牽引する機械がほとんどないことから、基本番台の密自連から一般的な波形自動連結機、波自連に変更され、スカートの1位と4位には MRP が設置されている。 使用の際により一時車と二時車に区分される。申請当初 EEF66901 は、スイタ第二機関区、現、スイタ機関区に配置されたが、量産車は、全車が、下関運転所、現、下関総合車両所運用研修センターに配置された。同期は、姫路第二機関区に転属後、高取工場にて量産化改造を行った上で、 下関運転所に転属している。1978年、昭和53年から一部が広島機関区に転属し、貨物列車の大幅削減が実施された1984年、昭和59年には、広島機関区所属の車両が水田機関区に転属している。転属後も引き続き東海道、山陽本線の貨物列車に使用された。その後、 1985年3月14日のダイヤ改正の際、二次車の一部が、新大特急、朝風、桜、早草、水穂、富士の東京下関間での牽引に転用された。これは、貨物列車縮減により運用に余裕が出たことに加え、早草の編成中にロビーカーを増結して、牽引定数が増加し、従来の EF65 型では牽引力が不足するための措置である。 国鉄分割民営化を見据えて、貨物列車検疫機に充当される EF6617 から20.28、30から39.901が、1986年、昭和61年11月1日付で、下関運転所から、水田機関区に転属した。分割民営化時には、EF661 から39.901の40両を、承継し、 その後100番台33両を製作して73両体制となった。国鉄から承継した車両はすべて水イ機関区に配置され、100番台は水イ機関区、岡山機関区、広島機関区に分散配置されていたが、1996年3月16日のダイヤ改正で73両すべてが水イ機関区配置取った。また年、 平成11年から2002年、平成14年にかけて、JR 西日本から EF6641.4452.54 の4両を譲り受けている。国旗100系貨車登場後は、100番台と同様に、スカートの1位と4位側への MRP の増設が、後に JR 西日本から移籍した車両を含めて前期に施行された。 基本版台機に対しては乗務員室に冷風装置の取り付けを実施している。1988年昭和63年に試験的に取り付けを実施し、1991年から本格対応として電源容量の大きい EF6621 以降について取り付けを実施している。また、1988年には EF6618 が 瀬戸大橋の荷重試験列車の一部として使用された。分割民営化後の1987年8月に EEF6620 が試験塗装としてクリーム色ベースに青のライン、車体側面中央に大きな JR マークという塗り分けで登場した。同車は後に更新工事によって急行新色、新行新色と塗装が変更され、3度にわたって外観が変化したが、 2010年3月16日付で除籍され、広島車両所で解体された。1993年、平成5年からは、基本番内の延命、更新工事が行われている。東海道、山陽本線を中心に運用されるが、1998年、平成10年10月には、東北本線黒磯駅までの運用が追加された。2000年代に入ってからは、 EF65 型から本形式に運用が置き換えられた線区列車あるが基本番内は製作後30年以上が経過し老朽化や状態不良 EF210 型による置き換えの進行もあって2001年以降試作機の EF66901 及び更新車を含む基本番内に廃車が発生している一時車はすでに全車が運用を離脱し JR 西日本から移籍した車両にも廃車が発生している。2016年、平成28年3月1日時点では、追日機関区に基本番台6両 EF6621.2627.3033.36、100番台33両の合計41両が配置されている。基本番台は EF6627 のみが運用されている。 2018年、平成30年3月のダイヤ改正時点では、東海道本線、山陽本線、旗部駅伊東区間、武蔵野線、腰谷貨物ターミナル駅伊勢で運用されている。EF6611 は、東日本旅客鉄道、JR 東日本に無償状とされた後、鉄道博物館に展示のため連結機の空気管再設置や、 MRP 間撤去など EF6635 と同様に原型への復元作業が行われ、建設中の博物館建屋に搬入されている。EF6635 は運用離脱後 JR 西日本に無償状とされた。その後京都鉄道博物館に展示のため冷房装置撤去と国鉄塗装への復元作業が行われ、 建設中の博物館建屋に搬入された。1993年から2006年、平成18年にかけて内部機器の更新、側引き戸のステンレス化、全面ナンバープレート部の装飾及び全消灯間のステンレス飾り帯の撤去などが行われた。試行済み機は車体塗色を変更している。JR 貨物所有の例番台前車に試行する予定であったが、 最終的に EF661 から5.7から10.1213.16から39.4144.5254に施行された。更新工事を施行した車両には塗装変更を施した。この変更に関しては100番台機と似た塗り分け、車体側面ルーバー位置を基準に、それより上部をディープブルーで塗装する。で、 ナンバープレートも100番台と同様に、運転台直下に移設することも考えられた。最終的に、全面塗り分け位置のみを、更新前と同じ位置にまで上昇させ、ナンバープレートの位置は、更新前と同じとした。後に更新機の塗装が変更されたことから、急更新色とも呼称される。2004年、平成16年始行の EF6654 以降は、 外部塗色が変更され、車体を青15号、正面と車体裾部にクリーム色1号を配した国鉄色に禁じするものとなった。急行新色と比べて色汗や汚れが目立たずにマスキングの手間を省くことができる塗装として採用され、この塗色は新行新色とも呼称される。 最終的に EF669.1012.1617.19 から26.28から39.4144.5254が進行新食新となった。初期に塗装が変更された EF6616.1920.54 と、それ以外の車両では手すりや車体素体の色などで若干の相違が見られる。 2006年9月に例番大細胞となる更新工事を施行した e f 6 6 2 7はほぼ国鉄塗装のままで出場した。変更箇所は JR フレートのロゴ追加や腰板撤去に伴う製造名板の移設、ひさし部分を含む屋根のグレー塗装化などごくわずかな箇所にとどまる。分割民営火時には EF6640 から55の16両を、承継した。朝風、桜、はやぶさ、水穂、富士の東京下関間での経引で運用された。1990年3月のダイヤ改正より、朝風2号3号及び、瀬戸の電源車の一部が、河川終電方式を採用した、スハ25系300番台に改められたことから、緊急時に、 同社のパンタグラフを降下させるための装置が運転席に設けられ、指令用ジャンパ線が連結器左横に増設されている。一部の車両は検査出場時に台車、床下機器がグレーに塗装されている。東海道、山陽本線系統の寝台特急検員のほか、保安装置として ATSP 型を搭載することから、首都圏方面への団体臨時列車検員にも、 用いられた。1994年、平成6年12月のダイヤ改正で、水穂と浅風一往復が廃止となった。この頃から、寝台特急削減に伴い余剰が発生し、EF6641.4452.54 が JR 貨物に移籍した。老朽や余剰による廃車は1995年、平成7年から発生し、 1992年、平成4年の寝台特急、桜トレーラー衝突事故、山陽本線、須磨塩屋間で大破し復旧された EF6655 も、打工道など不具合の品により、同時期に廃車されている。以後、下関地域鉄道部下関車両管理室に重量 EF6642.4345 から51.53を配置し、 引き続き使用されたが、寝台特急の運用は前時減少し、最後まで残存した、富士、早草、東京下関間の運用が2009年3月14日、ダイヤ改正の列車廃止によって消滅し、定期運用を喪失した。その後、8両が廃車され、EF6645.49 の2両のみ、残存した。以後は、臨時の工事列車、などに用いられた後、 2010年9月20日付で廃車となり JR 西日本所属者は消滅している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。